相場市は、株式や不動産、通貨、債券、仮想通貨、商品などの取引市場で、投資や投機を行う投資家。特に近世以降の日本において、相場会所において実需によるのではなく利座屋を得ることを目的として、売買を行った投機家を言う、愛庭市と書くこともある。相場市は、江戸時代中頃に、大阪、 道島の米相場の仲買人の呼び名として用いられた。相場市の呼び名は一般的だったわけではなく地方では思い入れ市や思惑市と呼ばれていた。相場市の呼び名が一般的になったのは江戸時代末期になってからである。江戸時代、米相場の参加者は幕府から免許を受けた米商人に限られていたが、明治に入って、 株式やキートなど市場が整備されるにつれ、現物商品を扱わず、取引所で投機的売買のみを行う者は、相場市と呼ばれるようになり、財閥を形成するほどの巨額の利益を得るものも、現れる。明治大正期から昭和に至るまで、相場市は、金融市場をめぐる多くのドラマの主人公とされ、また、大衆小説の主人公ともなって、世間の字幕を集めた。 村上多三郎。鈴木と並ぶ相場市成金福島老蔵、福島商会創業者在日家境の相場市、呉金道戦術のように、相場市ゆうこしょうはもともと、大阪、道島の米相場の仲買人のことを言った。やがて株や商品先物市場などで、投機目的で同様の取引を行う人も、相場市と表現されるようになった。ありがとうございます。